ホンダの本格的な戦列復帰もあって、世界グランプリはますます華やかに大型化していった。かつてないほどスターライダーが顔を揃えてもいた。10位以内を全てワークスマシンとワークスライダーが占めるまでになったグランプリは、その中で際立った2人、アメリカンのキング・ケニーとファースト・フレディのトップ争いが他を突き放すかに見えていた。果たして1983年の世界グランプリはこの2人のアメリカンの一騎打ちとなった。誰もがこの世紀のデッドヒートに釘付けにされたのである。がしかし、そこに一人その二人に割って入るライダーがいた。我らが片山隆純だ。82年 NS500 の走りで掴んだ確信は、もう一度世界チャンピオンへのアプローチをし直すのにふさわしい、明確に階段を上り始める足がかりとしての実感に満ちたものだった。当初のホンダでの3年計画をそのまま起点を3年ずらすことにした隆純は、この年はトップグループのデッドヒートに身を置くことを前提として、凄まじいばかりの走りの究極に感性をなじませておくシーズンと位置づけていたのである。そうすれば来年84年には世界チャンピオンへ王手をかけるコンディションを作ることができる。どんな天才ライダーでもいきなり世界チャンピオンはありえない。慎重に、しかし重大な決意を持って足元を踏み固めてこそ世界一速い男になれるのだ。この機を逃し、いつ掴めるか知れない頂点へ向いた流れを待つ気など隆純には毛頭ない。すでに32歳、決して若くはないので、時の流れを運命までも自分の思うがままに置こうとする、あの隆純ならではの気迫にあふれたシーズンがスタートしたのである。そして隆純は実際にトップ3を走った。残念ながら優勝は逃しているものの、2位2回、3位2回、4位2回、そして5位2回に6位1回を記録。年間のランキングも最終戦を欠場しながら5位を収めたのである。 NR500 で失った3年間はどうやっても帰ってくるものではない。しかし彼はその空白を埋めるかのように先を急いでいた。世界チャンピオンを取ること、そのためにグランプリを走り続けてきた隆純は、トップグループに食らいつこうとする執念をむき出しにして、ますます激しい走りへとペースを上げていく。それは理屈を超えた精神の集中力とありったけのエネルギーを燃焼させた、まさに情念の炎のようであった。